それではこれより本日のリースマッチに際して両チーム選手代表による平和の宣誓です。松井一美広島市長、広島県原爆被害者団体協議会今木俊之理事長にもご参加いただきます。サッカーができる平和に感謝し、これからも多くの人に勇気や感動を与えられるよう、平和への思いを胸にプレーすることをここに宣言します。浦和レッズ酒井宏樹。広島で生まれ育ち、広島のチームでプレーする者として平和への思いを受け継ぎ、これからもサッカーを通じてその思いを発信し続けていくことをここに宣言します。サンフレッチェ広島、野津田学徒。ありがとうございました。浦和レッズ酒井宏樹選手、サンフレッチェ広島、野津田学徒選手、両チームの代表選手による平和の宣誓でした。人々の穏やかな日常と数多くのかけがえのない命が奪われた戦争、原爆から78年、世界には依然として戦火にさらされている地域があります。コロナ禍を超え、スタジアムに声援が戻り、サッカーに熱中できる日々に、私たちは改めて今ここにある日常の尊さを思わずにはいられません。エディオンスタジアム広島、最後のピースマッチ、ここで積み重ねてきたサッカーができる喜び、スポーツができる尊さを胸に刻み、この平和を未来へと受け継いでいくことを誓って、黙祷を行いたいと存じます。皆様ご起立くださいませ。黙祷。ありがとうございました。皆様どうぞご着席くださいませ。さあ、インスタ最後のピースマッチ、いよいよキックオフ。